ファルコンヘビーはアメリカのスペース X 社が開発した宇宙飛行用の大型ロケットである。ファルコン9ロケットの発展型であり、以前はファルコン9ヘビーとも呼ばれていた。二段式ロケットの構造を持ち、一段目、二段目ともに推進剤にロックス RP-1 の組み合わせを使っている。2018年2月6日に初めて打ち上げられた。 ファルコンヘビーの打ち上げ能力は、アポロ計画で使われたサトアン V ロケットの半分弱にも匹敵するもので、そのペイロードは低軌道に 63,800kg、静止トランスファ軌道に 26,700kg、火星軌道に 16,800kg にも上る。その積載能力から、超大型重量貨物打ち上げ機に分類されている。ファルコン1。 ファルコン9バージョン1.0、バージョン1.1、ファルコン FT、ファルコンブロック後、ファルコンヘビーファルコンヘビーの機体構成は、ファルコン9を強化した中央のコアと、ファルコン9の1段目を2本、サイドブースターとして用いるもので、これは、モジュラーロケットと呼ばれる構成である。同じ構成のロケットとしては、デルタ4ヘビーや、未だ提案型のままになっている。 アトラス VHLV といった E ラブ、ロシアのアンガラロケットの A3、A5、A7 がこれに相当する。ファルコンヘビーは低軌道に6 3 8 0 0キログラムを運ぶことができる。ロケットは有人飛行に必要な全ての要求項目を満たすべく設計されている。構造上の安全余裕は飛行荷重より40%で、 他の同種のロケットよりも25%高い。第1段目には、前述のように、ファルコン9の1段目とそこから派生したセンターコアが計算機使用される。それぞれ周りに 1D エンジンが9機搭載されているため、合計27機のロケットエンジンによって、ファルコンヘビーの総海面水力は 22,819kN。 大気圏外での総水力は 24,681kN に達する。打ち上げ後にロケットを回収する場合は、ファルコン9同様にそれぞれに4本ずつ、新展式着。打ち上げ時には、センターコアは離証するための水力を得るため、最大出力で動作するが、数秒後には、出力を下げる。この制御により、センターコアのエンジンは燃料を節約してより長時間。 燃焼を続けることができるようになる。その後、サイドブースターを切り離すと再度最大出力に戻されて、サイドブースターがロケットから安全に離れるまで数秒間燃焼が続けられる。推進剤クロスフィードと採用中シファルコンヘビーの元々の設計では、推進剤クロスフィードが採用されており、サイドコアが空になって切り離されるまでは、センターコアのエンジンの一部は、 サイドコアから供給された燃料と酸化剤を使用する予定であった。この設計では三つのコアのエンジンを発射時にすべて同時点火し、そこからブースター燃焼終了まで最大推力を発揮しつつブースター切り離し後もセンターコアに推進剤を残すことができる。この推進剤クロスフィードシステムはアスパラガスステージングと呼ばれ、トム・ラッグスデンのオービタルメカニックスという本に ブースター設計と共に掲載されている。この本によれば、エド・キースというエンジニアは推進剤クロスフィードを使用するロケットを表すごとして、アスパラガス系ブースターという言葉を造語している。イーロン・マスクは、クロスフィードを実装する計画は少なくとも、ファルコンヘビー初号機の段階ではないとしている。上段ロケットは、ファルコン9と共通のものが使われている。真空での燃焼に、 最適化されたマーリンバキュームエンジン一機により 445KN の推力を得られる。スペース X の機構式バンデンバーグ空軍基地 SLC-4 のファルコンヘビー発射台予定地にて2004年5月以前の米国上院通称科学交通委員会での席上でイーロンマスクはこのような証言をした。この、 1>, 1ポンドあたり500ベドルで軌道に打ち上げるという目標価格は隣接する一番近い位置にいる競争相手であるゼニットローンチビークルが今のところ達成できそうなコストのおよそ半分の金額である2011年4月5日ワシントン DC にあるナショナルプレスクラブの記者会見の場でイーロンマスクはこのように明言したこのようにも発言している スペース X 社は前日のように、ファルコンヘビーデモンストレーションロケットを2012年、カリフォルニア州バンデンワーグ空軍基地に運び込み、2013年に打ち上げる構想を練っていた。ケープカナベラル空軍基地からの初飛行は2013から2014年を目指していた。ファルコンヘビーで低軌道に到達するためのコストは、もし1年あたり4回の打ち上げを続けられれば、 一ポンドあたり千 US ドルと低コストになる。スペース X 社は年間10機ずつのファルコンヘビーとファルコン9を打ち上げる計画を立てていた。しかし初飛行までにはいくつもの壁が立ちはだかった。発射台の変更ファルコンヘビーの初打ち上げは2014年3月の時点まではバンデンバーグから行われる予定であったが2014年4月14日に ケネディ宇宙センター第39発射施設の39アンペア発射台を NASA から20年間リースすることで合意されたため、ファルコンヘビーはこの 39A 射点から2015年はじめに打ち上げることに方針転換された。だが、39アンペア発射台の改修工事に時間がかかり工事終了が2015年11月まで伸びた。 ため打ち上げは2016年半ばに再延期された。技術的問題ファルコンヘビーの開発は、ファルコン9を単純に3機束ねるだけでは終わらず、技術的な問題が多く発生したことが明らかにされている。主な問題点としては、以下が挙げられている。この結果、センターコアについては、ファルコン9の流用では済まず、新規設計に等しい状態となってしまった。かつ、 ファルコンヘビーの特徴の一つとして検念されていた推進材クロスフィードについても当面は実装されないこととなった。さらにこの間に派生元のファルコン9にも V1.0V1.1FT と変更が加えられており、その結果2016年9月には発射台上で点検中に爆発するという重大事故が発生してしまう。その影響で ファルコンヘビーの打ち上げも2017年夏後半へと再々延期となり、前述の技術的問題の対処もありさらに2018年1月へと延期された。離床するファルコンヘビー2018年1月24日に、スペース X はファルコンヘビーの最初の地上燃焼試験を LC-39A で実施した。1月29日、 初の打ち上げを2月6日に行うことが発表され、現地時間の2月6日15時45分に打ち上げられ、成功した。この初打ち上げでは、ダミーのペイロードとしてイーロン・マスク氏が所有するテスラロードスターが搭載された。ロードスターの運転席には、スターマンと名付けられたスペース X が開発中の宇宙服が乗せられた。マスク氏は打ち上げ前に、 成功する確率は良くて3分の2、あるいは半分ほどかもといった弱気なコメントを出していたが、打ち上げられた機体は順調な飛行を続け、ロードスターを火星軌道をはるかに超え、小惑星体まで達する太陽周回軌道に投入した。また、この打ち上げでは1段目の回収も試みられた。打ち上げから2分30秒後に分離された2機のサイドブースターは、 発射場付近の着陸場に向けて飛行。2機同時の着陸に成功した。一方、センターコアについては、大西洋上のドローンシップへの着艦が試みられたものの、目標地点に到達せず、海上に墜落した。エンジンの添加剤を使い切ってしまったことが原因と見られている。打ち上げ並びに着陸、さらに宇宙空間を飛行するロードスターの様子はすべて、 YouTube を通じて全世界に生中継された。視聴者数は最大230万人にも達し、YouTube 史上歴代2位を記録した。着陸する2機のサイドブースターハルコンヘビーの打ち上げコストは、スペース X の発表によれば1段目の回収を行わない場合で1億5000万ドル。サイドブースターを養生回収し、センターコアを使い捨てにする構成で9500万ドル。 一段目をすべて回収する構成で9000万ドルとされている。スペース X ではサイドブースターを養生回収する場合でも打ち上げ能力の低下は使い捨てと比較して10%程度に止まるとしている。この価格は米国の既存の超大型ロケット、例えばデルタ4ヘビーの約3億5000万ドルの半額以下で一方打ち上げ能力でもファルコンヘビーが同期を 上回っているまたスペース X では将来的にファルコンヘビー1段目の完全な再使用が実現した場合、ロケットの消耗品は2段目のみとなり、最終的にコストをファルコン9と同等の6200万ドルまで下げることができると主張している。なお、ファルコンヘビーの開発費は約5億ドルとされており、開発費自体も他の大型ロケットに比べて、 格段に安く済んでいる。火星に着陸するドラゴン宇宙船2011年7月、NASA エームズ研究センターは、ファルコンヘビーを使った低コスト火星探査構想を明らかにした。計画内では、ファルコンヘビーを打ち上げ機及び火星繊維、軌道投入用として利用し、ドラゴン宇宙船を火星の待機、コンセプトデザインは2012、2013年の NASA。 ディスカバリーミッションとして2018年に打ち上げ、その半年後に火星表面に到着すると提案されていた。このミッションの科学的目標は生命の存在する証拠となる化学物質を探すことである。過去に生命が存在した、あるいは現在でも存在している証拠になる分子、例えば DNA や火塩素酸塩還元酵素のような分子を探し出すことで、 生体物質から生命の兆候を乱出すことが今回のミッションの目標とするところである。レッドドラゴンは3.3フィート以上の深度まで地表を掘削することも予定に入れている。その目的は赤茶けた土ぼこりの下、火星の地下水が溜まっている地層が凍りついて永久凍土のようになったところで、冬眠状態で保存されているであろうと、 考えられている火星の生命を標本採取することである。ミッションコストは打ち上げ費用を含まないで4億2500万 US ドルになるだろうと推測されている。スペース X はその後も火星探査への意欲を示しているが、レッドドラゴン自体は後にドラゴン宇宙船のロケットエンジンによる軟着陸が技術的問題により断念されたことに伴い中止されたとみられている。 ありがとうございます。